いるんですけど、まあ、機種の紹介の前に呼んでおります。今回のゲストはこちらの方、青葉幸です。2人合わせて青葉ラッキーです。どうぞ。はい、ということで青葉幸さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、青葉幸さん、今回は何をしに来たんですか？ジャバミュームコのコスプレしに来たの。あ、コスプレをしに来た。確かにこの学校はね、まあ、タイトルはジャバミユメコという女という騎士をね、今日は歌せてもらうんですけども、解説者の方来ております。お願いします。はい、こんにちは、ネット広報担当のシルビッティです。よろしくお願いします。はい、シルビッティさん、お願いします。はい、ということで今回はね、このジャバミユメコという女、この題をね、2人でちょっと指導していこうと思いますので、皆さんはその演出やったり、まだちょっとホールさんには導入されてないので、導入前の動画になりますので貴重な映像を見れると思います。そちらを楽しんでいただけたらなと思います。では早速うちに行きましょうか。うと、はい、お願いします。ジャンプする、せーの、ほっ。謎なんだけどね。先生、教えてください。じゃあもう早速打っていきましょう。はい、まずですね、アチスロージャバミユメコというような打ち方なんですが、はい、もう左ファーストの機械になっておりますので、第一停止は左リールからお願いします。はい、狙っていただくのは、まあ、大体今止まってる夢こす柄、はい、赤いやつですね。赤いやつを中下段もしくは下段にこの上の夢こす柄が来るぐらいを狙ってください。はい、あれ、レントさんってマックスベッド押さなくても打てるんだ。そうなんですよ。あ、チバリアとかと一緒ってこと？そうです、そうです。あ、トントンってトントン、はい、いただくとマックスベッドのスタートが来ますので、スマートに打っていただくことができます。今ちょうどリーベが止まったと思うんですけれども、はい、通常時の主な流れとして中段にこんな感じでリーベが止まります。はい、1個動きました。はい、画面の下にあるマスがリーベをすると1マス進みます。でマスを進めていってアイコンやアイテムをゲットしていくんですが、はい、今ちょうどなんかさあさあ香りが出てます。さあサイドランプが光る。そう、リールのサイドのランプが光ってくるんですが、点灯しました。はい、これサーが点灯したら超ステージの司祭になっております。サーあ、なんかザワザワ感は伝わってきます。はい、違う違う違う、サーザワザワじゃないです。サーサー感、サーこう、にぎやかなで、AT の直撃抽選を行っておりますので、はい、マスからは直撃抽選から突入を目指していきます。この面下げて役員に椅子、今ちょうど延長スタートしています。はい、延長戦に進んでます。で、AT 直撃抽選の時は延長ステージから延長ステージを経て演出成功で突入となりますので、はい、ここで発展ですね。連続演出に発展していきます。ディーラーのカードを発展する。カード当てゲーム知ってる？ ESP ゲーム、もちろんもちろんもちろん。さあ、それしか言わないじゃん。おそらくこれはゆめこが星のマークを引けば通るのだが、はい、あ、外れてんじゃん。どうした、こんな感じで。お、まず AT を目指していくような流れになりますね。はい、はい、このサイコロは何でしょうか？サイコロはアイテムを、ありがとうございます。通常時あのマス以外からでもこんな感じでアイテムを獲得することができます。今獲得したのが初期 AT3 枚数です。初期 AT3 枚数が、はい、ちょっと有利にやっているようなアイテムをゲットしました。後で使う恩恵みたいな感じですかね。そうですね、後々このゲームを進めていただくためのアイテムとして使用していただきます。はい、
サイコロンの、あ、赤カットイン。カットイン。これが子役の下になってますね。八役の可能性がありますね。はい。今はチームが、あ、これ、今日。今日チョリーですね。おー。夢くずから中下段止まったら、巨人になります。チャンスゾーンも期待大。チャンスゾーンはレア役ケーキで突入しますので、はい、まずはそうですね、自然と突入を目指していきます。はい、今ミッション期待度アップももらいました。はい、でミッション来ました。チャンスゾーンはこんな感じでミッション経由、ミッションの成功を機に進めていきますので、まずここで演出成功を目指す。はい、押します。はい、はい、これでネクストタギルゾーン、これがチャンスゾーン2種類あるうちのメインの方のチャンスゾーンです。はい、タギってきたね。タギってきました。これよりも上があるってさっき教えてもらった。そう、1種類あって上位のチャンスゾーンがあるので、まずは今回、まあ、タギルゾーンタギっていただきたいなと思います。はい、このタギルゾーンでは、押し順当ての演出が発生しますので、そこで画面の周りにありますこのエフェクトですね、オーラの色をどんどん上げていきます。はい、来た、早速来ました。中、右、左、ここで、そう、こんな感じでベルが揃ったら成功ということですね。そうですね、2択成功でベルが揃います。レインボーまであるのかな。あるかもしれないですね。ね、いや、もうどう考えても左でしょ。左ね。違うじゃん。違いますね。どうそれだ。だいたい人頼るとこういうのはないですか。あ、迷惑あるな。はい。あ、ま、目の下に映ってるからねそれ。怪しいな。追加でありますように。違うじゃん。どうして？でも昔はやめた時、子役でも、はい、上がるっていうことが分かりました。分かりました。見えてるはずなんですけどね。なんか左だね。左？絶対左。OK。じゃあ次は？次？うん。左だよ。左ね。ほらー。ほらー。一気で。ちょっとほら信用しすぎちゃいけないかなと思ってさ、ここで決まる。はい、これで通れば AT に突入します。もう見とるでも全然いくんですね。ねえ、これでやっと AT。 はい、おめでとうございます。これが当たるまでの一連の流れということで。そうですね、この後なんか聞いたこ話によるとね、はい、なんか B蓋押しが必要とかなんとかって。あ、そうなんですよ。 AT 中は、まあ、結構どの状態でも技術介入が発生する可能性がありますので、とりあえずやるね。じゃあ一回ね、一回やるね。あのね、イメージないと思うの、僕が技術介入系を打っているって。はい、まず AT 突入時は、はい、今チャンスゾーンの成功から突入したんですけど、はい、リーダータイム、今できるリーダータイムですね。ここからスタートします。はい、今5枚チップを獲得しました。はい、おめでとうございます。ここではですね、こんな感じでチップ獲得をメインで目指していきます。これが技術改善ですね。来ましたね、早速下段に見てほしい、お願いします。まあまあまあ、それはね、スイカなんかジェリーなんかももう押せない方だよね。助けて、変わって。マジ無理マジ無理。ちょっとチェンジです。チェンジ。あ、でも見通しに自信がない方でも 30% で書き換えが発生するっていうこともありますので。これは今書き換えられたんですか。今書き換えられてましたよね。でも楽しみですね。これはレイアップ役。ああ、私はね、チェリーちゃんと押せますんで。あ、でも弱点か。ああ、これはチップじゃないですよね。はい、直撃で上乗せしましたね。この AT がサマイツ管理の16プラス2点なるほど。早く寝押し来ないですかね。簡単だよ。おー、2回連続来ちゃいましたね。4ターン、そうだ、シュー。
まあどんな人間もねやったら完璧ではないんで。確かに、これで、あ、これで終わりなんですね。はい、ディーラータイムは一旦終了になります。で、これで AT がスタートするっていう、はい。じゃあ AT 始まったんでね、ちょっと打っていきたいと思います。シルビーさん、解説はお願いします。はい、お願いします。じゃあ早速打っていただくんですが、 AT 中もですね、はい、下のマスにアイコンとかいろいろあると思うんですけども、そうなんですよ、アイテム獲得できるようになってます。なるほど、はい。で、通常時とは違うアイテムがこんな感じで獲得できますので、はい、この生徒会長選挙ですね、 AT 中はアイテムの獲得と、あとチップの獲得もですね、目指して、そうです。で、特化ゾーンですね、クイターを目指していきます。はい。あ、今ちょうどカードが3枚揃ったんですね。はい、デュエル発展しました。今技術介入期待度が約30分の1と表示されていたので、ほうほうほう、まあ、30分の1ぐらいで技術介入が発生します。ほうほうほう。で、このデュエルっていうのが、まあ、対戦中ですね、チップ獲得を目的としているんですけれども、はい、続ける、勝てば勝つほど続いていきます。なるほど。負けるまでこの勝負が続いていきますので、それは勝ったんですね。勝ってますね。こんな感じでチップ獲得をもりもりと増えていくっていう。これ負けちゃったんですね。これ負けちゃいましたね。はい、右下のチップ今70なんですけど、100まで溜まった時は、あの、ドッカゾーンのスネークイーターに突入します。で、サマイス管理の AT なので、そこの特化ゾーンでまたそのサマイス獲得を目指して、でそこで獲得したマイスをまたこう持って帰ってきて、生徒会長選挙で、あ、技術介入発生、おーい。一応そう、技術介入も、あの、失敗しても、書き換えがありますので。なるほどなるほど、はい、素人でも思ったように遊べそう。復習されてる。本当だ、ゆめこちゃんに拍手をさせた。これでまた勝てば4分の1。こんな感じでデュエルによって、まあ、技術介入の発生確率が違うんですね。とあとチップの獲得枚数の期待度変わってますね。おお、4カードで勝ったぞ。20枚も、あと5枚。4分の1。アンペア弱いね。あ、来た。ってことはここで大事大事、成功したら100になるってことですね。なりそうですね。分かりました。こんな感じですか。いい、あ、マックス、マックス。あ、これでストスネークイーター、スネークイーター、特化ゾーン、そうですね。さあ、ここがですね、もう目押しと二択で、もう前数は乗せを目指して、なるほどなるほど、もう運と実力、どっちもなんですね、両方とも要求ゲットしたカードされております。はい、運と実力どちらも自信あるタイプですか。もちろんです。あ、じゃあもう本当問題ないですね。当然です。あの自信はどこだろう。当然です。さあ、まず今こんな感じでカードが配られました。はいはいはい。で、このカードの枚数の数だけ、はい、あの、押し順当ての、あ、なるほどなるほど、倍率を決める、はい、押し順当ての2択チャレンジが出てきます。ということは3回できるってことですかね。そうですね。で、その、あ、来ました。あ、で、これがまた技術介入ですね。技術介入が発生しますね。なんか成功したら何も言ってくれないじゃん。なんか打ち合わせしてます。すごい、うちらコンテンツ好きだから、はいはい、どちらかといえばそっち寄りなのよ。なるほど。あ、これもうずっと出るんですか、これ。うちはそうですね、押し順当て、タク当ての、タク当てのチャレンジが出るまでは、こんな感じで技術介入でベース枚数をアップしていきますね。最後に倍掛けするための枚数、はい、ベース枚数が上がっていく、上がっていきます。5枚から100枚。あ、で、ここで受け止まるんですね。あ、ここが2択の当てたらそういうことですね。はいはい、まあ、あの、私は、あの、左です。ドン。いや、私はもう左しか行かないんで。失敗したけど、ね、ねじっても分かんないでしたね。あ、ねじってもダメ、ねじってもダメ。ねじってもダメでしたね。25枚までしてる。お、なんか。こっから択当て。はい。あれ、これは。もう決まっ全ナビってことですよね。全ナビですね。新眼
チートやん。さあ。いいな。ああ、なんか、あ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 、こんな感じで、はい、特化ゾーンの流れはこんな感じで、はい、まあ、玉数たくさん獲得していただきました。250枚でしたっけ。250枚ですね。はい。で、AT、生徒会長選挙戻ってきて、また一連の流れを見せていただく形になりますね。これはカード揃うと、これもまた特化ゾーンに。それ、ジョーテリーじゃないかな。なんか、すごいキラキラしてるもんだって。あれなんかこれどっかで見たことあるな、これ夢こやってそれやらしてよ。あ、いいですよ。やった。私もやっていいですか。どうぞ。いたおしですか。そうですね。なかなかやっぱ手出しづらいって人もいると思うんですよ。うんうんうん、そんなのを私が取っ払うためにも。どうなるんだろう。まずここでカードを配ります。はい、押します。このカードの内容も重要だったりするんで、何が出てくるかもうご期待ください。4枚出ました。さっき3枚でしたよね。さっき私は3枚でしたね。いっぱいできるじゃん。チャンスがたくさんあるってことでしょ。来た。来ました。私結構下げるタイプなんで。大切すごいことになってますけど。あ、頑張って、かなり早いって頑張っては超きちいな。あ、ちょっと救済されたのか。5枚。あ、来た。待って、なんとかしたい。どうしたらいい。いや、惜しい。いや、言ってあげる。ブーン。ありがてえ。それめちゃめちゃ嬉しいわ。それなんか当たった気になれる。あ、ダメか。運も実力もない人はどうしたらいいんでしょうか。いや、もうでも二択で当てていくしかないですね。二択でも。来たよ。来たよ。ブーン。見て、頑張って、かなり早い。いや、これ、なんとかしたいな。高いんやって。ドゥーン。めちゃくちゃ当たった気に。惜しいになってる。ちゃんと書き換えられてるっていうね。救済されてる。でも、目押しができなくても、ちゃんと運次第では。書き換えがちゃんとされるから。いや、もう。右左、うん、こういうところで頑張っていかないと。そうですね。やっぱ2倍ってでかいですか。でかいでかい。行きましょう。ほら。もう少し。どうして。いや、結構むずい。引き付けた方がいいかもしれない。ちょっと早めに押しちゃう癖があるっぽいんで、もうちょっと引き付ける感じですかね。おお、やっぱ、ね、先生様々練習すればできなくはない。この一旦というか、ね、一連の流れでやれば学べるよ。タクワって間違えましたけど。飛ばしてましたね。調子乗ったね。目押しのたびに画面から消えるんよね。だってあのほら、それも面白さの一つだと思って、こうその人のほら個性があるから。あ、ちょっと一回ちょうど成功したからってあれじゃない。調子乗ってる。油断してんじゃない、むずい。あとはもうタイミングとかもあるよね、うん、だからそれさっき言ってたもんね。来るタイミングが決まってるから。3倍ですよ。はい。うわ、当ててる。ブン。運は私を見放さなかったらしいよ。あ、こっからまた消化。これは先生、これは急にこんな感じで青花の狙いのミスが発生することになります。これ車がすごい交通事故になった。台がだいぶ暴れてた今。周りが静かだから余計だよね。これホールだとすごそうね。みんなこうなるんじゃない多分。演技中もこんな感じで青沼が突然あのソロ演出が発生することがあります。はい、でそろうと今の特化ゾーンスネークイーターですね、はい、に突入することがあります。あ、なるほど。はい、また目押しの技術改善が発生。嬉しいけど、なんか右左違うか。さあさあ早っ。ドゥンドゥン。あ、遅い。あ、でも青葉チキンに変えたら可愛い。でも取っていく。ドゥン。2倍は取ったよ。
早いです。4倍だ、4倍だ。あ、ちょっと待って。なんで、なんでみんなそんなさ、みんなちょっどっちかわからなくする。しかも成功してるんで。なんか困ったらみんなこうやってやったらいいんだ、だから。実際もしかしたらあるかもしれない。なんかインスタテンしました。今そうですね、特化ゾーン3回行いましたので、この罰ガミバトル突入いたします。なんだろう、これはすごそうだけど。はい、特化ゾーンスネークイーター3回突入した後に入る特殊なゾーンなんですけども、まあ、2択一発勝負。はい、おお、これはもう最初グッジャンケンポイ、はい、これしょ、どっち、もう運がいい方がやった方がいいです、これはってことは今勝ったから2択成功でまたスネークイーターに突入します。勝っちゃったよ今、ジャンケン勝った方がやっぱ運がいいと思う。まあ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 、そう、今ね、俺ね、今押し順ね、押し順ミスってた今。あれまで聞こうや、今もう2択のことしか考えてなかったから。2択に集中してるから、そう、今もう今何にしようかなって思ってたから。もうここですよ、こういく？いやいや、ちゃんと決めようぜ、ちゃんと決めようぜ、ちゃんと決めようぜ。俺はちなみに左ね。うまい。いいじゃんいいじゃん。やっぱ持ってましたね。持ってた。麻雀やらないの？あんまりやらないですね。あんまり。やるってこと？え？あ、一応やったことはありますよ。あ、うん、ここでも来るんだ。あ、もう一回、ドン、あ、もう一回、ドン、あん、決まったんで、こっからスネークイーター心眼ですね。心眼、心眼、これ特訓、上位の方のなんか一番やばいやつってことですね。これも二択があるやつですね。あれ、あ、二択じゃなくて、ここはもう全ダビになるんですね。おなのでアップしていただいたベース枚数もうそのまま、なるほどなるほど、はい、獲得できるっていう感じになってます。めちゃくちゃですね。めちゃめちゃですね。めちゃめちゃですね。これ2倍、2倍、全ダビ、うん、ね、これはすごい、すごいね、ここまで来れればいいね。ここですね。入ってきて、うん、ドゥン、あ、全然惜しいな。さあ、ここからはスネークイーターバトル、けれども、まあ、せっかくネットのショールーム来ていただきましたので、スネークイーター専用モードで今回ちょっと対決をしていただきたいなと思っております。スネークイーターってのは確か目押しをやりつつも2択を当てるっていうやつですよね、はい、うん、そうですね、まあ、だから運と実力で勝負が決まるっていう、なんか横からやりたくない、はい、まあ、でも運自信ありますよね。いや、うん、そんなに、まあ、やってみないと分かんないですね、もう、はい、早速バトルの方スタートしたいと思います。いきます。はい、それでは早速台の前に座っていただいてるんですけども、まず簡単にルール説明の方させていただきます。今回なんですけれども、バネッティさん対青葉幸ちゃんプラスシルビーの、こっちは女の子チームチーム戦ですね。ほう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 、2人がかりでバネッティさんを倒していこうというような構図が生まれてますが、ルールの方は今画面に出ておりますスネークイーターで戦っていきます、はい、こちらの方は、まあ、あれですね、技術介入によるベース枚数アップで2択を当ての押し順が発生するモードになってますので、まあ、最終的なトータルの獲得枚数、こちらの方で競っていきたいと思います。かしこまりました。だから、はい、成功しなくても初期のカードが良かったりとか、うん、まあ、2択成功すればバネッティさんに勝てるビジョンもあるっていう、ありますね、大いにあると思います。で、青葉さえちゃんとシルビーの獲得枚数を合わせた枚数、うん、え、それ絶対勝てなくないいやいやいやでも負けほぼ確定じゃん。でもさっき聞いた話によると虹出たらすごいらしい。虹出たらね、だからそこで無理だよ、最初のカード大事だから。早速やっていきますか。一人じゃないっていうのがすごいでかい。
2枚で来い、カード2枚来い、ふざけカード2枚で来い。なんで負けさせようと、なんか罰ゲームあるんでしたっけ。ここでカード抜くから、負けたの罰ゲームだよ。あーねえねえ、道ある、そう、罰ゲームあるんですよ。2次ゲット、なんとかしたい。あ、ごめんなさい。うっしゃ。60枚です。オッケー、最終的に1000枚クラス出さないといけないですよね、これ。まあまあまあ、とりあえず私がやれることは目押し 100% なんで、はい、直径カードゼロ、ゼロはないでしょ。5枚行こうか、5枚、とりあえず5枚行かないと。オッケー、オッケー、しかも3枚じゃん、もう負けたじゃん、これ。いいよいいよ、うん、610はね、ちょっと無理だね。ちゃんとバネッティさんの対決でもいける気がしてきたな、これ。うん、全然いけるよ。勝った、うん、勝ちだよ、勝った。やり直した方がいいかもしれないですね。だって、面白くなくね。300枚差って何も面白くなくね。何もチートしてないよ、私。え、待って、純粋な勝負で。森田さん、ちょっと話が、え、話が違う。いや、せめて同じレインボーが来るまでやるとかね。いやこれ、運も実力のうち。いや、だから2択じゃん。レインボーってずるくね。まあ、じゃあこれでいこうか。これ本番、これ本番でいこうか。レインボー2個出たら、あ、じゃあ、じゃあ、これまあ、運も、運も、ね、運も実力のうち。これ全部決まってない、100枚。あー、いいよ。待って、ずるいでしょ、これはね、ちょっと勝負じゃないの、これは勝負になる。いや、だからこれで確かに俺も1000枚とかいっちゃったら、で今度シルビーさん来る、ああ加えてね、そうそうそう、なんか面白いじゃん。俺300枚差ってすんの面白くない。だってほら、技術介入で俺は頑張るみたいな、まあ、ね、技術介入で頑張っても15枚とかだよ。ここはもう成功させるしかないんだもん。さあ、もうちょっと見出し頑張ってちょっとできるようになりましたね。だいぶ3回ぐらい。ここなんだよ、重要なのは。外せ。あだ、これは面白い。これはいい勝負じゃない、これは。これはいい勝負だ。まだ虹がある。まだ俺にはね、虹がいるから。虹がいる。しかも、金もいるし。ここを成功させないと話にならない。200枚ぐらいでしょ、多分。ね、
これ、ま、あのアニメでも出てくる勝負なんですけど3回、まあ、6個あるんですけど、はい、6分の1あ、ってことは助かる道もあるってこと？あ、もちろんもちろんロシアンバルーン。なるほどなるほど。まあでも取れ高的には割れてほしいけどね。ちょっと見せてあげてくださいこれ。こんな感じになってこんな感じです。あ、これこれね、これ引くと引くとバンって割れるか割れないかっていうね、が6分の1であって、それを3回やるってことですね。そうそうそう、はいはいはい。でまあこの辺にビってんな。じゃあ割らない道もある。ある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 。行こう。はい、じゃあ行きます。はい、1回目うぃー、出せた。はい、2回目うわー、出せた。楽しんでるのみんな。でも、トラ的には割れてほしい次で。できれば。え、だって割れなかったらサチちゃんだよね。いやいやいや、割れなかったらサチちゃんだよ。で、よし、サドンです。あ、サドンです。ちょ、おい、くん、じゃあいいよ、勝ったけど1回はそうよ。じゃあ1回だけはそうよ、1回だけ。3分の1だから、3分の1。え、これ割れなかったらシルビーさんになる。シルビーさん、私もあるの。え、でこれ最後割れなかったら編集 G に渡そう。編集 G だ、うん、もうちょっと前だね。おお、割れなかった。ごめんなさい、割れなくて。シルビーさん、2分の1です。2分の1でしょ。だってうちら罰ゲームこういう2分の1。いや俺はもう助かった。2じゃなかった。最後の救済措置を受けた。2分1です。2分1、いきます。怖い怖い怖い。割れないで割れないで割れないで。うわ、もう全然やってないのに。はい、ということでですね、いろいろな動画を撮らせていただきました。はい、しぐみさん、はい、実はありがとうございました。先生、ありがとうございました。面白いけど。はい、ということでですね、いろいろな動画を撮らせていただきました。今日はしるみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いや、いろいろなね、ことを教えていただき、とても楽しく歌わせていただきましたね、うん、はい、これが、まあ、ショールームでの試打会という、形になりましたけども、まあね、最後はね、罰ゲームもなぜか私やったけど、意味が分かる。してないもん。すっごい楽しかった。楽しかったです、ね、うん、楽しかったですね。はい、ということで、今回ね、歌わせていただきました、ジャバミユメコという女、よし、カメラに入れた、入れた、成長した。はい、というではですね、当店 X アリーナ東京でも、7月3日月曜日、なんと13台の導入予定となっておりますので、ありがとうございます。はい、ぜひともね、この台を打ちたい方、はい、X アリーナ東京で初打ちお待ちしてます。はい、はい、ビッグボスおるやん今。あ、いますね、はい、赤も青も使う予定はありますか？あ、気になる。あります。おー、おい、いや、もううちのビッグボスがその赤とか青とかそういうレベルじゃないから。そうだそうだった、そうだった。うちのビッグボス舐めちゃあかんね。そうだね、ちょっと変な人だったわ。うん、もうぶっ飛んでるから、ね、うん、そう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 、うん、体験したわ、そういう言葉だよね。はい、ということで7月3日ね、もう一回告知させていただきますが、7月3日月曜日に13台導入予定となっておりますので、ぜひともこちらのご来店と、まあ、皆さんね、今回見ていただいたジャバミユミコという女、この台をね、ぜひともホールさんで、楽しんでいただけたらなと思います。はい、本日は、動画の方ご視聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知登録ぜひしてください。チャンネル登録が
まだ終わってないぞ。